マスターオブガーデン。では補正予算案はこのまま進めてください。次回学園側との会議の際に先生方へ提示しましょう。では本日の会議は以上です。皆さんお疲れ様でした。あのローズ会長、少しよろしいですか？どうかしましたか？何かご相談でも？いえ、相談ではないのですが、先日の記念式典でのステージ本当に素敵でした。思わず一緒に踊りたくなったくらいですそうでしたか。楽しんでいただけたのであれば私も嬉しく思います。はい、もし機会があればまた拝見したいです。それだけお伝えしたくて。では失礼します。ええ、お疲れ様でした。私ももう一度があればお披露目したいところですが、あのステージから早数日、まだあの時の興奮が忘れられないまま。でも今の私は生徒会長、あの日の自分とは切り離すべきねもう少しだけ余韻に浸っても許されるはずよね。改めて着るとやっぱり少し恥ずかしいわ。でもあの日のことをぼんやりと思い出せる気がする。シド君のことを思って立ったあのステージのことを。ようやくアレクシアさんとの息が合ってきたわ。この調子でいけばきっといい舞台になるはず。シド君もそう思って。あら、難しい顔をしていますね。どうしたのですか？ああ、いや、ちょっとさっきのパフォーマンスのことで。遠慮なくおっしゃってください。私のパフォーマンスに何か足りないところがあるのですね。それじゃあ、歌って踊ってる時の笑顔がちょっと足りない気がしまして。笑顔？少し硬い気がしてしまって、もっと楽しそうに笑っててほしいっていうか。やっぱりアイドルはみんなを笑顔にする存在です。まずは自分が笑顔であるべきかなと。なるほど、あまり意識していませんでした。どうしたら改善できるでしょうか？楽しいこととか考えたらいいんじゃないですか？楽しいことですか？私にとっての楽しいこと、それはまさに今この時間のこと。というのはありなのかしら？こうしてシド君と過ごす時間以上に楽しいことはない。最近はどこか当たり前に感じてしまっていたけれどいけない、練習の時間なのに私ったら。それです、今の笑顔。私そんなに笑っていましたか？はい、バッチリです。本番も同じことを考えましょう。そうですね、本番でもあなたのことを考えながら最高の笑顔になってみせましょう。あの時のアドバイスのおかげでステージをより楽しめた。それもこれもシド君のおかげです。ポチじゃなくて、シド君がどうしました？アレクシアさん、もしかして今のを見て？すみません、でもノックはしたんですよ。ずいぶん楽しそうだったのでしばらく眺めていましたが、ずっと気づかれなくて。はあ、このことはどうか内密にお願いします。励ませ、好評発